堀川天皇大理やと堀川天皇は日本の第73代天皇、忌名は義人。白川天皇の第二王子、母は藤原諸姉の幼女、中宮里子。純母に同母姉子内親王。王徳三年11月26日、立大使と同日に8歳で父白川天皇から上位され即位した。このような短期間での立太子、即位は、 異母帝の夫人親王に口頭が移ることを避けるための白川天皇の強い意向によるものだったという。即位に伴い、義理の外祖父にあたる関白、藤原諸実が摂政となり、実権を握り、石関政治への回帰が見られた。白川上皇は諸実を信頼し、院長の人事も諸実の人選に任せており、一方の諸実も白川上皇に、 石官の任命権を委ねるなど、この時期には、諸ザと上皇は協調関係にあり、白川上皇に陰性を敷く意思はなかった。堀川天皇が成人して、関白も藤原氏通に変わると、上皇の政治関与に批判的な指導理は、自ら政務を取ろうとする堀川天皇に協力的であり、神聖に近い状態が現出することとなった。上皇自身も、 貢献の役目を終えたことに加え、天皇の純母である古内親王の奉行を機に、出帰して政務への意欲を失っていた時期でもあったため、この体制が許容されていた。しかし、正徳三年に、死通が働き盛りの年齢で休止すると、若い藤原忠真は、堀川天皇を補佐するに足りず、天皇は法王に政務を相談せざるを得なかった。またかつての諸との協調関係から、 法王は、石関家にも強い影響力を持ち続け、結果として、白河法王の陰性が成立した。堀川天皇は、松代の憲王と評される検定として知られた。関白指通との提携による調整にも、熱心に取り組み、雨が下収まりて、民やすく世のどかなりと言われた。しかし、白河院の西部への関与が再び強まると、天皇の興味は、 趣味の世界に移っていった。おばにあたる中宮の厚子内親王の訓導を受け、学問、和歌、還元に才能を発揮して、低心らに慕われたが、生来病弱で、在位のまま放二十九で放御。臨重の様子はうば、藤原金子の妹である展示、藤原長子の佐抜展示日記に詳しい。性格は常奔かつ優雅であり、その誠実な人柄は、 宮廷社会でも人望を集めたという。政務への情熱を趣味に傾けるようになってからは、音楽、特に還元を愛好した。夜の御殿の壁に笛の歌を貼って、覚えるほどの熱の入れようで、その腕前も藤原忠実をして、全句比類なしと簡単せしめるほどのものだった。また和歌にも優れ、校は四年に若人たちに恋の歌を読ませた堀川井に演唱号を主催。 また、当時評判の歌人14名に百種首の和歌を読ませた、堀川百種首を編んでいるが、これが組大百種首の講師である。直線和歌集には、金曜和歌集などに九首が日集している。現存しない、堀川天皇の日記が、洗脳漁期として、後期天人元年11月22日上、賭場天皇の大上会記事に見える。おばで19歳年長である中宮の、 厚子内親王との間には、三子女,女が誕生せず、父、白河院の差配のもとに、白河院の十枚にあたる藤原医師を女王子とし、その間に、三子、宗人親王が生まれた。医師は、産後間もなく死去したため、宗人氏親王は、白河院に引き取られてその下で養育された。両は、宮内庁により、京都府京都市右京区両安寺市山の両安寺内に、 ある後窓か教授寮に事情されている。宮内庁上の形式は遠急。同じ主山にある一条天皇陵と同域である。また皇居では、宮中三殿の一つの高齢殿において、他の歴代天皇や皇族とともに、堀川天皇の霊が祀られている。ありがとうございます。